はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、以前もですね、ご紹介させていただいたこのライフハックというカード、このカードをですね、本日も使っていきたくてデッキ組んできたんですけども、以前ねライフハックっていうこのカードの使い方はその、LL リリカルスクにはアセンブリナイチンゲールに打って8000打点で誰戦か2回すれば勝てますよっていううんこみたいなデッキを作ったと思うんですけども、今回持ってきたこのデッキで何がしたいかっていうと、気づいちゃったんですよ。アポロウサっていうモンスターでしょ。これ、攻撃力を800ダウンさせて相手のモンスターの効果を無効にできますよっていうモンスターなんですけど、こいつって基本的に素材が4とかがマックスなので、大体3200なんで、モンスター効果4回しか無効にできないじゃないですか。皆さん、こいつの打点上げたらどうなります？これにライフハック打った場合、ライフハックって相手のライフの数値分打点上昇するっていう、その打点になるっていうカードなんで、8000打点に基本的にはモンスター できるんですけども、アポロウーサ8000打点にしたら、世界を終わらせられると思いません。今日はこのコンボをやっていきます。アポロウサ効果1回、2回、3回くらい使って、モンスター効果を無効にした後に、ライフハックを打って、打点を8000にして、さらに、モンスター効果を10回無効にすることによって相手を絶望させるっていう、このうんちかすコンボ、決めていきましょう。デュエル、スタンバイ。なんか反動強そうだね、これ。反動は強そう。G は止められるからなんとかなる。ちょっと法要とか打たれても結構ディアベレスさんいるし、割と盤面は作れんじゃねえかなと思うんだけど、とりあえずウルカニクス効果発動で、でガネ爆破して、でポニクスか、でポニクス持ってきます。レベル変化させます一応。でポニクスの効果発動、相手なんもねえのこれ、勝ちか。でポニックスの効果、すいませんね、こっからのちなみに展開方法あんまよく分かってないんですけど、雰囲気回し、ライフハックとアポロウーサのコンボがしたかっただけで、なんか適当にリンク値が稼げるなんか強いデッキ何かなって思ったら炎王スネークアイだったんで、一応炎王スネークアイ持ってきたんですけど、別に炎王スネークアイ回すのあんま分かってないんで、よくどういう風に回せばいいかあんまよく分かってないので、ちょっと本当意味わかんないプレイしたらすいませんね。ガルドニクス持っていくんでしょ。でウルカニクスの効果発動するでしょ。でガルドニクスの効果発動するよね。これ先ウーサとかできたらね、めちゃくちゃ強いみたいな話聞いたことあるんですけど、これ先ウーサできるんですか。これでもできなかないか、いやでもしなくてもいいだろこれ。どうこれ、もうすごい量の特殊が来るから、これ降ってくるのか降ってきてるなんじゃないのこれ。どうでもこっからちなみになんかウーサできそうだけどな、ディアベルスターからスネークはやるし、今ガネーシャ読書化するじゃないですか。でこれでドヤ顔をなんだっけ、ニビルケア、これで5回目じゃね、これ5回目だろ、これニビルケアできてんのこれ。さては最強か。でどうすんだ、サンライトルフなんかつくんのか。わからんぞ。キリンを回収しに行きてえから、とりあえずこれでこうして、はい、サンライトルフかなんか作って、でリンクリボーかなんかにして、でリンク先にモンスター出して、これでキリン回収しといて、はい、オッケー。これで次のターンの準備できてる。でこっからディアベルスター展開してればいいから、ディアベルスターの効果発動、これはどうすかな。リンクリボーとか送ればいいか、だからリンク値足りる気がするんだよな。でディアベル出すじゃないですか。でこっからスネークアイ展開に入ればいいので、ディアベルスターの効果発動して、スネークアイ置いて発動、さあ行くぜ、宇宙最強展開、宇宙最強展開っていうか、これ絶対なんか展開方法違う気がするわ。なんか展開をもうちょいなんか伸ばせそうな展開ある気がするけど、まあいいや。ポプルス、でも対戦に影響はない、多分リンク値1とか2ぐらいだろ、変わるの知らねえわ。でポプルス、でポプルスのサーチャーもうない。でリンクリボーの効果使っ
って、ポプルスリリース特殊召喚するとポプルスがコストになれるのでポプルスの効果で、貼り付けて、はい、でこれ一応ね、あのフランベルジュ出してフランベルジュリンクスターにすればまたリンク値2分稼げるんでね。でこうして、はい、でフランベルジュ出すでしょ。よいしょ、いいね、いいよ、非常にいい、めちゃくちゃ強い。ほんでディアベルスターかなんか置いとく。ちょっと暇なので、いや、ディアベルスターかなんか置いときましょう、一応。で、ディアベル置きまして、はい、はい。で、一旦、トガ姫ちゃんを出しまして、ここと、これでいいですね。ガネちゃんはちょっととりあえず一回取っときまして、で、トガ姫、で、フランベルジュの効果発動する、モンスター蘇ってくる。いや、このマジでデッキマジ宇宙だな。リンク値何稼ぐんだよ、行かれてるだろ。で、シエのトガ姫の効果適当にリンク値稼いどっか。ほんで一回アンブロエールを出しますよ、ここと、これでいいか。はい、強くないこれマジで、やばいこと起きてるけど。ウサギするよりもこっち行って、多分マスカレーナをあのアンブロで蘇生できた方がいいわな。こうして、でこれでウーサ出して、リンクリボーアンブロエール、アポロウーサ2素材でライフハックで実質8000打点来た来た、理論上最強展開来た、理論上最強展開だ俺。エンドで、これでアポロウーサーの効果、2回使った後にライフハックして8000にして、ドヤ顔しますは、2妨害、今2妨害、一瞬2妨害かと見せかけて、10妨害に。あ、ペルレーノはいいよ。アポロウーサーっていうモンスターは攻撃力を800下げることによってモンスター効果を無効にするっていう効果なんで、攻撃力が高ければ高いほどモンスター効果を無効にできるんですよね。だからちょっと一旦ちょっとアポロウーサをかましまして、でアポロウーサちゃんの効果を起動し、相手の、まあシェイレーンの効果を無効にしていく。はい、でこれ1回ね、これだからアポロウーサ単体でね、アポロウーサ単体でこれ12妨害単体12妨害いかれてるでしょこれ、単体12妨害は草、さすがに、さすがに草。さあ、ティアラメンズ、レイノハートくん、どうしますか。なんか、スクリームがなんか展開しますね。スクリーム張ってきたらちょっと鬱陶しいから、ワンチャン、あれだな、アポロウーサの妨害が足りなくなる可能性あるけど、一瞬だけ。あ、レイノハート、はい。レイノハート召喚効果発動で、まあ、もちろんアポロウーサの効果を起動する。で、ウサギの効果が起動されて、モンスター効果無効にしましたよ。はい。で、その、処理後ライフハックぶち込む、でアポロウーサ対象、打点8000にしますうお、急に10妨害、急に10妨害きたぜー最強アポロウーサ単体で12妨害先行だ強すぎる。いやー、おもろいな。やっぱライフハックっていうカード可能性の塊だな。これ結構なんかいろんなクソデッキできそうだな、マジで。いろいろ考えればね。しかも速攻魔法ってのはでかいね。これコンバットトリックできるからさ、これめっちゃ強いわ、ライフハック。ちょっとマジで通してこれは。おっしゃー、よったー。いや、残機に G 取ったのでかいでしょ、これ。これ残機ってそんな簡単に妨害構えらんないからさ、G の、中で。だから多分1、な、2、3。3妨害ぐらい、あ、じゃあ、4回くらい多分トークショーがしないと超過剰構えられないから、多分割とドローはできるとは思う、多分ね。あ、シグマね、オッケーオッケー、いいよ、全然オッケー。まあ、ドローさせてくれるならいいや。でもなんかかぶってのは弱いな、まあ、ちょっとこれウサギじゃねえや、ウララ打つか。でウララ打って、で超過剰は簡単には持ってこれないようにして、でこれで超過剰を打ちたいのであれば、ダランベルシアンから持ってきてくださいねの動きして、
はい、で2枚で展開していくダランベルシアン出てくる。オッケー、ガルドニクス来た。キューガルド、うぜえマジうぜえマジこいつあ、これちょっとあれだな、キリン来たらキューガルド終わるわ。残機紹介時オッケー。キューガルド来たら、あーでもそこで、あーなるほどね、ステッドオッケーです、了解しました。ドロー、うーわあんま強くなそう、ハンド。いやまあでもこんだけ手札あったらいけるか。ちょっと待ってね、とりあえずちょっとかがり火打つわ。かがり火効果発動はなんかある？あ、ない、通る、オッケー。でスネークアイエクセル持ってきて、でスネークアイエクセル召喚はできるのかな。召喚獣はまだ打たれないね。でスネークアイエクセル召喚効果発動は、まあここもまあ打ってこないか。でまあポップルスだな。でポップルスの効果を起動しますよ。でポップポップって言ってこうして、でポップポップの効果発動して、さあどうする。さあそろそろ打ってきていいぞ、そろそろ超怪獣打ってきていいぞ。超怪獣待たれんのうぜえマジで。ああ、超怪獣、なるほど。これ増地確か2枚ドローできるんで、その後特殊感ですよね、残機って。あ、オッケーオッケーオッケー。なんで増地打つと2枚ドローが入るから、まあこれでワンチャン手数にもなる。でこれ多分破壊のもマス、抹殺もうららもない、あったら先行で打ってるから。でこれ特殊召喚される、オッケー。で効果無効あんのうぜえな。はい、ダイヤシグマ、サーキュラー、アニビルね、アニビルカウンター3これニビルカウンターは3なんだ俺で、あそこで1体2体で数えるか。でラプラシアン、はい、なるほど。で効果、いやこれマジでちょっと、あ、ライフハック抜いたらぶち殺す、ライフハック抜いたらマジでぶち殺す、本当にお前マジでちょ殺す、頼む、やめろやめろやめろ。あ、それはいい、どうでもいい危ねえ危ねえ、余裕だったー余裕だったー。ちょっと一旦これあれするか、一旦ちょっと展開してみる、一回ちょっと展開して、相手何持ってんだろう、あとニビルとか持ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、ニビルあったらニビルあったら別にね、あのニビル打たれた後に展開できるんで全然大丈夫なんですけどね。ちなみに、はい、でまあ、現在歩スネークアイの効果起動するじゃないですか。でこうしますよね、まあ、ラプラちょっと使ってほしいんだよな。あー、オッケーオッケー、ラプラシアン使われたのでもうだいぶ大丈夫な気がするけど、はい、オッケー。で聖域発動しましょう、聖域発動で孤島を加える、で孤島効果発動する、で爆破して、これはもうなんかどうでもいいからポップルスかなんかでいっか、ポップルス爆破、ポニックス持ってきて、で炎属性破壊されたんでポニックスが反応し特殊召喚、はい、でポニポニーって出てきて、でポニポニーの効果発動する、で新天章なんもねえな、これ来たわ、殺します、ランク1しますこれ必殺技見せれるぞ、ライフハック式クソデッキの必殺技見せれるバトル自分ダメしていいですか、ライフハック発動、うわー8002連打、うわライフハック大活躍やんけ。おー、ハンド強いんじゃないこれ、結構いけそうだね、誘発なんもねえけど割とまくれそうなハンドはしてる。若牛、あー、超獣武者久しぶりだったな、超獣武者ちょっとだけ制限解除されましたもんね、なんか初動が少し増えて、まあ、ちょっとカラメンティとかいなくなったのはありますけど、まだまだ全然なんか 前そうな気がしないでもないけど、これどうなんですかね、超獣武者デッキ自体は。グレートウォール召喚どういうことそんなことある、超人武者グレートウォール召喚からの謎のエンシェントフィアリ来た、謎のエンシェントフィアリ、なんだこの展開、知らねえ、ガチで知らねえ展開来た。エンシェントフィアリの効果によってヒロキじゃん、やべえヒロキ来た、やばい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 、なんかわかんないけど宇宙展開されてるこれ、ヒロキ3体展開来たー、結構やばいこと起きてるぞ。
これ何デッキこれマジで。ちょマジでわからん。超獣武者にヒーローキッズ入ってることある？スプライトブルーは？わけわからん。シャドウディストピアがどういうことやねん、どういうことやねんで来た。暗黒世界シャドウディストピア発動、まあ、フィールド上のモンスター全部闇属性になる。なんだリリースでもすんのかな。リリース系の、ちなみにこれね、こちらのモンスターも全部闇になるんで、リリースするみたいな、効果、肩代わりできるみたいな効果あるんですけども、こっちのモンスターをリリースしてみたいな。ダメだ、まるで意味がわからん。何がしたいんや、こいつは。ジャッジバスター。は？どういうこと？普通にスプライトデッキってこと？シャドウディストピア、これなんか意味あんの？シャドウディストピアの意味ちょっとわからないんだけど。あっ！ナンバーズ43。コンパク、クグツ、兵器だ。コンパツ、クグツ、兵器。エクシーズシフト。あっ！リリースしたモンスターと変わることない。属性なんか同じモンスターいったよ。特殊召喚。おー、クグツ兵器。マリオネッタ、ダブルマリオネッタ来た。で、謎の、謎のスプライトをガンマバーストによって打点が上がる。で、レッドリゾネーター特殊召喚。え？あ。あ。あ。